みたらしいけみたらしいけは、岐阜県岐阜市にある池である。岐阜公園の北東部、日中友好庭園と岐阜五国神社の間に位置する。以前、この池の後方の山にあった、稲葉神社参拝の際、この池で手を洗っていたことからこの名がついている。慶長五年岐阜城主であった、織田秀信は、石田三成を中心とする派につき、関ヶ原の戦いの前哨戦で、 岐阜城に立てこもるが、徳川家康を中心とする派の福島正則や、元岐阜城城主、池田照正らに攻められて落城した。その折に城を抜け出した大勢の屋上中がこの池の、前で差し違えたり池に身を投じて亡くなったと言われている。また、この池にまつわる、伝え話があり、釣り好きの子供がこの池で釣りをしていたら釣り針に、女性の長い髪の毛が引っかかったという。 また、付近のカジカカエルが、投身自殺をした女中たちの生まれ変わりとの伝え、話もある。このカエルは、織田の河津として民謡、おばあの中で歌われているほか、地藩にある区比でも歌われている。ABC 岐阜公演の、三たら地をリニューアルしました。岐阜市。2021年9月11日閲覧。岐阜の伝え話。ありがとうございます。